オーニングがオプションとは知りませんでしたね、標準のこんなでかかったんですね。めちゃかっこいいですよ、オプションなのに標準。俺今こっちのつけれないもんな無理だな。ということで盛岡から来ていただきました、いつものスターバックスです。というわけで行きましょうか。ありがとうございます。盛岡から。ありがとうございます。雪降っちゃいましたね今日本当にね。なんか大変なとこありました。いや、あったって言ってましたね。足のが最初下できて、うん、足の凍結してたんで。下できたんですか。いや、うん、3時間あるから大丈夫かなと思っていや結構雪降るとは言ってましたけどね、ほんとブラックで。ああ、凍ってたんですね。凍ってまして、うん、で、足のから乗ってきて、うん、高速で来るなら、うん、久留島まで行けば会えるなと思ってさすがあの動画見てくださってますねありがとうございます。久留島まで来れば会えるなと思って。あれ何時くらい着いてました。あ、ちょっと前ですよ、ね、あ、そうなんですか、ぴったしだったんですね大体あそこ寄って写真撮ってからこっち来るので、そうかなと思って、うん。コペの魅力って何だったんですか。なんかほら買うきっかけ、さっきも言ってましたけど4発、うん、4発は絶対ね面白そうですよね。4発ターボですね。うん、4発ターボいいっすね。楽しいっすね。楽しいっすよね。楽しいですね。トリコも馬力もいくらでも稼げますからね気楽にオープンできるんですね。あー、気楽にオープンは不思議な言葉です気楽にオープン本当にすぐできちゃいますよね。友達がロードスター乗ってて、うん、これ見よがしに見せびらかしてあの正直あの S6 の方もロードスターの方もあのオープン見た瞬間おーとか言いますよね車内もロードスターより広いって言うんですよね、乗せてみると。あ、そうなんですか、うん、足元広いとかね。あね、オープンで遊べるっていいですね。楽しんでましたね。なんでしょうね、この本当にどこでもオープンできちゃいますもんね、気が向いたら。ですね、天気よければ開けないって、ね、開けないでどうすんのそうそうそう、開けないでどうすんのってね何のためのオープンかっていう。いや、あのコペンだから言えるんだと思う本当にコペンだから言えるんで、ね、他のオープンかも多分いいんですけども、あの手軽さだけはちょっと違いますよね。手軽さだけはなんかちょっとね、コペンがやっぱり一歩、ね、こう進んでるって感じはしますよ。コペン買って良かったですか。良かったですね。金かかりましたけど。あの私もそうですけど、あの古いやったら新関係ないですね。コペンちょっと金食い虫ですね。また魅力的なパーツばっかりなんですもんね。そう。あまりね、普通の人は理解されないようなパーツが多いですけど。多いですけど。なぜか欲しくなる。欲しくなりますね。なんでしょうね、あれね。私多分今のあのドアスタビライザーについて2時間くらい語れますね。あんなこんなパーツに、こんなに必要なのって言われたら、ちょっと悩みますけどね。必要じゃないって言われたらそうだねって。なんかなくてもいいんだけど。そうそう、なんかなくてもいいんだけど。あればあったらいいかな。いいかなというね。よくわかります。ありますよね。YouTube 上げていいって言われるとめっちゃ嬉しいですよ。いや、すげえ。盛岡からですよ。めっちゃ嬉しいな。あ、でも晴れた。雪あんなあったのに。うわ、綺麗綺麗。室内なんかシート綺麗ですね。綺麗ですね。私コーヒーこぼして染みながら。ちょっとね、私のシート汚いですよ、今。いい感じ。また、じゃあ遊びに来てください。いただきます。はい。いやー、よかったー。